ハリー・ウィルソンは、ウェールズ・レクサム出身のサッカー選手。エフル・チャンピオンシップ、フラム FC 所属。ウェールズ代表。ポジションはミッドフィールダー。リバプール FC の下部組織で育ち、2014年にトップチームに昇格した。2015年8月26日、クルー・アレクサンドラ FC に2016年1月5日までのレンタル遺跡で加入。 2018年1月31日、ハルシティ AFC にシーズン終了までのレンタル遺跡で加入。2018年7月10日、ダービーカウンティ FC にシーズン終了までのレンタル遺跡で加入。中心選手として活躍し、40試合出場で15ゴールを挙げ、一部昇格まであと一歩のところまで行ったチームを牽引した。2019年8月6日、 AFC ボーマスにシーズン終了までのレンタル遺跡で加入。2020年10月16日、カーディフシティ FC にシーズン終了までのレンタル遺跡で加入。2021年7月24日、フラム FC に完全遺跡した。各年代別のウェールズ代表に選出された。2013年10月26歳にして A 代表に選出されると、10月15日の ベルギー戦で16歳と207日で A 代表デビューを果たし、ガレスベールのウェールズ代表最年少デビュー記録を更新した。自身の21歳の誕生日である2018年3月22日に行われた中国戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。